カーデール・バビントン・アウフ・アイネム・ジェ・マルダ・ホン・ダブリュー・ビザード・アオス・デム・ヤー1896カーデール・バビントンに生まれた。父親は、神父で、認知がしばしば変わり、バビントンも、学校を変わった。最終的にバースに住んだ。父親と小流行を行い、植物学への興味を育んだ。1826年から、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジで学び始め、 植物学教授のヘンズローと付き合い、事実上の助手として働いた。1830年にロンドンリンレ協会の会員となった。昆虫にも興味を抱き、ロンドン昆虫学会の創立メンバーの一人となった。1834年に最初の植物学の仕事であるフローラー・バスニンシスを発表した。1835年にジョン・ボールとアイルランドを訪れ、学術し、 マガジン・オブ・ナチュラル・ヒストリー・レポートに記事を書いた。1835年にロンドン地質学会の会員となり、1837年に17世紀の博物学者、ジョン・レイの名を冠したレイクラブの創立メンバーとなり、1844年にレイ協会になった後、1848年から1893年の間事務長を務めた。 1839年に2冊目の著書、プリミティ・フローラ・サーナケイを発表し、1842年に雑誌、アンルズ・アンド・マガジン・オブ・ナチュラル・ヒストリーの共同編集者となった。1843年に、マニュアル・オブ・ブリティッシュ・ボタニーを発表した。1724年のヨハミア・ーコップ・ディレムによる、ジョン・レイの英国の植物の体系の改訂版以来のイギリスの 植物賞に関する包括的な著作でバビントンは生涯にわたって葉っ版まで改訂出版した。1846年にイギリスのキーチ語族に関する著作シのプシス・オブ・ザ・ブリティッシュルビを執筆し、1869年にもブリティッシュルビを執筆した。1846年にはバービントン唯一のイギリス外の調査としてアイスランドを訪れた。 1851年に王立協会の会員となり、イギリス科学振興協会の植物、動物部会の会長を何度か務めた。1861年にヘンズローの後を継いで、ケンブリッジ大学の植物学の教授となった。ケンブリッジ大学の教授時代には、ジョン・リンドリーや、レオン・ジュネビエなどから標本を入手し、標本館を充実させた。植物学に加えて、考古学にも、 関心を持ち、ケンブリッジ古物協会を立ち上げ、解放に50以上の記事を書いた。カンブリア紀古生物協会の会員で、会長も務めた。考古学分野の著書には、エンシェント・ケインブリッジシェアがある。太もも科の俗名、バビントニア・リンドルに懸名された。バブは、植物の学名で命名者を示す場合に、カーデール・バビントンを示すのに使われる。ありがとうございます。